こんにちは、有馬薫です。いつも見てくださって本当にありがとうございます。感謝しています。今日はタイトルを決めてないんですね。いつもは、バーッとこうノートにこのタイトルっていう形で書いて、それをブログに一旦書いて、そしてそれをYouTube で、細かくとか追加したりして同じタイトルに対してお話をしているんですけれども、今回は初めて、何もそういう下書きみたいなのもせず、ブログも書かず、そして、何もタイトルも決めずに、お話を始めています。で、私が最近去年の年末ぐらいから年が明けてここ1ヶ月ぐらい、すごく自分自身に変化があったんですよ。で、その感覚とか、あとこれまでずっとその生きづらかった、生きにくかったということを、なんかここ最近、あの頃はこうだったなとか、なのに今こんなに違うんだなとか、そういうふうにいろいろここ最近感じたことについて、今回お話をしたいと思います。皆さんもご存知だと思うんですけども、私はもう子どもの頃、虐待をされて、その後遺症というか、それによって作られた価値観ですごく生きるのが辛くて、でそれを何とかしたい、そう思いながらいろんなものを研究したり勉強したり、探求したりして、今までやってきました。だからかなり本当に、期間としてはもう長いです。10代からもう細かく言うと本当去年ぐらいまでは、そうやって自分をどうすればいいかっていうところをずっとやってきてますので、本当に40年とか、40年までいかないですけど、かなり長い期間本当にもうそれだけをやってきたような感じなんですよ。あと何もせずに、もう頭の中はいつもどうやったら自分を変えられるだろうか、どうやったら今のこの苦しさから抜け出して幸せになれるのかなという、もうここ一点だけを常に考えて生きてきました。でその間にはもう無理だから、もう何をやっても無理だし、もう変わらないんだ、人生なんてもうこのまま私は誰も愛さず、誰にも愛されず、自信も持てず、そしてただ辛いだけの感情しか味わえずに、そして死んでいくんだとしか思えなかったんですよ。だからもう本当に死のうって思うか、もしくはなんとかどうしたらよくなるだろうって、もうこのどっちかしか考えられなかったんですね。でそうやって何十年も過ごしてきて、本当に諦めたことの方が多かったです。だからもうこのままこうなんだから、いつか死のうって本当に思ってました。でも今は、今本当に幸せなんですよ。生まれて初めてこんなに幸せだなと感じることはなかったんですね。だから今はもう死のうなんて1ミリも思ってませんし、そんなもったいないことはしたくないですし、これからすごく楽しいことしかないだろうなっていうふうに信じられます。で私と同じような経験を した人で、そうじゃなくても同じようにずっと死にたいってずっと思って
来て来られてる人、多分もう一生無理だろうなって私が過去思ってたのと同じように思ってる人もいるんじゃないかと思います。でもそういう方にお伝えしたいんですけども、大丈夫ですよ。私もそう思ってましたから。そういう価値観を一回作れば変わることはもうないんだな。心理学にしてもスピリチュアルにしても、ちょっと宗教っぽいことにしても、何をやったってその一回出来上がった価値観をまるっきり変えて幸せになることなんて絶対もうないんだなって、いろんなことをしてね、そう思ってました。だから一生幸せを感じることなんか絶対できないんだ、だったらもう死ぬしかないなっていうところにいつも行き着いていたんですけれども、そうじゃなくて、本当に全くその過去のことは全て完了させて幸せだなって、本当に生まれてきてよかったなって感じることができるんだな、そういう人でもって、本当に死ぬしかないような経験した人でも、過去どんなことがあったとしても喜びとか楽しいとか、誰かのことをすごく愛しいなとか思うことができるんですよ。それは私が証明します。私がこう生き証人のようなもんですよね。それをできた人が私の周りには一人もいませんでした。というより、まあ同じような経験した人が少なかったっていうのももちろんありますけども、いなかったんですね。いなかったし、そのクライアントさんとかと話をしていて、クライアントさんも結局はその私はできないんですって言って、やっぱり見ててもその本当にそこから抜け出した人がいなかったんですね。だから実例がなかったんです。世の中にはいると思いますっていうか、いますよね。その本当に辛い経験からその価値観を作って、もう無理だっていうところから一転してね、本当に幸せになった人はいるんですけども、私の周りにいなかったですし、そういう生のね、そういう人を見たことがなかった。なので、あ、やっぱり無理なんだろうなと思ってました。でも良かったんですよ。本当に生きてて良かったんです。で、今本当にしみじみ思います。今まではもう大丈夫大丈夫、そのね、前のことはもう忘れて、もう私は抜け出したんだ、もう大丈夫なんだって思い込もうとしていたことは何度もありましたけど、本当に幸せなんだな、もう過去のことは一切どうでもよくなったっていう、その清算ができたっていうのは、完全にできたっていうのはもう本当に去年の暮れだったかもしれません。なので、全てがもう加速して今うまくいっています。これはもう、本当です。何も努力もしてませんし、仕事らしい仕事も今してないんですよね。でも幸せなんです。
毎日私は今楽しい、嬉しい、ワクワクする、そして、会いたい人に会っていますし、会いに行っていますし、行きたいとこに行ってますし、本当に自分がやりたいことしかやってないんですよ。そしてその心が昔のように苦しくなることもありません、ただただ毎日幸せで、感謝の気持ちが自然と湧き上がってくるっていう、そういう状態なんです。だから自分でも信じられないんですね。本当10年前、20年前、30年前、40年前の頃の自分からすると想像もつかなかったと思います。過去の自分からすると、今私がこんなに幸せを感じてそこから立ち直ってるんだっていうことが、過去の私は信じられないと思います。でも今私はここにいるんですよ。本当に幸せだなと、幸福だなと、過去はもうどうでもいいという今を生きています。で、本当にこの私の、動画を見てくださってる方は結構ね、その生きづらい、死にたいとか思っている方も多いと思うんですけれども、私が証明します。絶対そこから出れます、出れますよ。で、本当に幸せで生まれてきてよかった、なんてこの世の中は楽しいところなんだろう、この地球ってなんて素晴らしいところなんだろう、人ってなんてみんなに私に優しくしてくれるんだろうって、そう思うような日が来ますよ。もちろん一人一人タイミングとか時期とかあると思うんですけども、絶対来ます。信じられなかったかもしれないですけれども、必ず来ますから、そのエッセンスとかね、どういう感覚なのかとか、私がどういうふうに今までやってきて、そこに至ったか、私と同じようにすれば皆さんもそうなるとは限らないかもしれないです。でもお伝えはできると思います。必ずなるっていうことをお伝えできますし、もちろん私がこうやってこうやってしてきたっていうことをすれば、また今の私みたいな状態になるかもしれませんよね、人によっては。なので、そういうことをね、もっともっとお伝えしていきたいと思っています。はい、ということで、今日はタイトルを決めずにお話しさせていただいたので、後ででもなんかタイトルはつけますけどね、本当にこの感わかあのこの私と今のこの状態を皆さんにもね、本当に味わってほしいし、一緒に感じてほしいなと心から本当に願っています。はい、またね、前のようなね、動画ももちろん撮っていきますし、ちょっと今日はタイトルなしっていうのは今後はあんまりしないと思うんですけど、今日はね、そのこういう自分の今のね、気持ちとそれから状態と、皆さんも大丈夫なんだよということをお伝えしたくてお話をさせていただきました。また長くなりましたけれども、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。それとですね、先日から LINE アットを始めています。で、そこに感じたこととか、今日のメッセージ、今週のメッセージとかいろいろそこで、流していますし、あとその会員様だけの特典とか、それからこういった動画じゃなくてちょっとした動画とかも撮って、
いますので、ぜひあのまだの方は、下の方から、お友達追加をお願いします。はい、有馬薫でした。それではまた。